皆さん、こんばんは、えー。時間外労働等改善助成金、勤務インターバル間、かみました。勤務間インターバル導入コースですね。これをやります。これはですね、非常に取りやすい助成金でして、何をやらなきゃいけないかというと、労働能率を増進するための設備を導入する。そうすると、100万円ですね。えー、これの まあ、ですから125万使うと100万円が出てきます4分の3ですけど実際は3 2家の会社は、えー、5分の480%がもらえますですから非常にこう効率がいいんですねこの助成金はで、えー、時期はですね11月の15までですですから今日今4月10日ですけどあと6か月7か月かなこれぐらいの期間の中でやっていきますけど多分なくなっていくんじゃないかなと思いますね じゃあ、どんなものを具体的に入れるかってことなんですけど、見てください。パソコンとかスマートフォンとかタブレットとか、こういうのはダメです。あとはね、一番ダメなのは車。これもダメ。でも、一部、ダンプカーとかですね、ユンボとかフォークリフトは大丈夫です。じゃあ、業種ごとにちょっとご説明します。小売業だったらポスのシステム。飲食店だったら食器洗い機。倉庫業だったら、在庫管理のシステム。 製造業だったら製造業はいっぱいありますよねいっぱいそういうものあると思いますそれから建設業だったらダンプカーこれは建設のねいろんな器具でも構いませんそれから学習塾とかそういうデスク系の仕事だったら業務システムエステサロンだったら美容器設計業だったら 3D の CAD っていうことなのでいろんな方が使える助成金ですのでこれはぜひですね今年の目玉としてやっていきたいと思っておりますぜひ えー、一回画面戻ってもらっていいですか。えー、こういう形で今はシょって説明しましたけどもすごくいい助成金ですからぜひ、えー、設備投資を考えているお客様はですねぜひご,ご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。